ですね、あちらがね、僕が住んでた時に、あの、2階かつやに変わったんですよ。で、松屋ね、そのまんまの当時のまんまですね。で、こちらのブックオフあると思うんですけど、あそこのブックオフは全然、僕が住んでた時ありましたね。もうここで金欠の時に、あの、ブックオフで売りさばいてお金にしてたんで、で、ここは僕がいる時にデニーズ、セブンイレブンに変わったのかな。はい。あそこのウェールパークって昔から多分あったと思うんですが、あそこへ薬局だったんで、何回か買ってるんで。で、こちらのメガネ屋、多分当時からありますね。こちらの多分沖縄料理だと思うんですけど、ニラ行かないって。いや、休業ってなってますけど、あの、昔当時ね、僕付き合ってた、あの、元カノとここで食べたの、あの、ミミガーとか、ちょっと、これはまずかったんで食えなかったんですけど。あそこ確かラーメン屋だったはずなんですけど、餃子ってなってますね。セントラルってまだあるんですね。向かいにあって。で、僕がここでね、昔バイトしてたんですよ。あの、ゲームファンタジア時代にここでバイトしてて、で、アドワーズになった時もいたんですけど、で、ここでクビになったっていう感じですよね。町は変わってないですね。コスミックって昔からあったし、その、ナポレオンっていうのも昔から多分あったはずなんで、多分ですけど、ここが昔スキヤだったんですよ。で、今変わってますね。麻婆酒場になってるんで、スキヤが潰れたんだと思います、多分。確かね、ここラーメン屋だったんですけど、今変わってますね。飲み屋になってますね。ケンタッキーはその当時のまんまですね。確かですけど、ここになんかあの昔天然温泉みたいのがあったんですよ。自分も行ったことあるんですけど、今もうないですね。あそこに紫スポーツあるんですけど、あれ当時のまんまですね、多分。で、あ、これとんかつ今やってるかわかんないですけど、で、あそこのファミリーマート1階あるんですけど、自分が出会い系の時に、あの、あそこで中学1年生だったかな、中 1? と、会ったことあるっていう、待ち合わせ場所だったんですね。これ東急じゃなくなってるんですよね、多分ね。前、新生堂とかって昔やって、多分ですけど、あそこテナント募集ってなってるんですけど、あそこら辺ぐらいに確か日高屋あったはずなんですよね。熊沢書店そのまんまっすね、サンドラックの。あそこのピアっていうのも、まあ僕がいる時にできたんかな、あそこの立ち屋。で、まあ、あれは当時からありますね、カラオケ館。はい。一回だけしか行ったことないですけど、確か。あの、先ほどのゲームファンタジア、アドワーズで働いてた時の、二次会であそこを利用した時、昔よくここで、あの、アイシティの、あの、チラシ配布とかっていうバイトもやってたんですよね。確かですけど、ここ、当時のまんまかな、朝日町薬局だったら、ここで一回、母親が来た時に、ここで揉めたことがあるんですよね。はい、懐かしい場所です。あの、デニーズとか入って、飯しようとかって言われてたんですけど、自分が拒んでてっていう感じで。アイシティのバイトやってた時に、ここのビールの何階かで、まだあるかわからないですけど、そこやってましたよね。今日、あの、飯どうしようかと思ってたんですけど、昔、ここ、そごうだったんで、で、そごうで、自分、9階のレストラン街のキネ屋で働社員として働いてた時があったんで、その、キネ屋で飯食おうかなと思ってます。和光があったのは知ってるんで、なんすかね。多分、あのポジションだと思うんだけど、あ、多分、キネ屋なくなってますね。多分ですけど、その9階見た時に、とんかつの和光は昔からあったんですけど、ここのバンブーとかって店だったはずなんだけど、変わってるし、ここが変わったんで、その隣の店も変わってるんですよ。キニアがなくなって、キニアの隣もなくなってますね。で、10階のソジボーっていう系列のがあったんですけど、そばの。なさそうですね。ないですね。俺が当時ね、住んでた登録機に、このサーザンスカイタワーっていうのが、工事進められて完成したんですけど、で、多分ガセだと思うんですけど、
なんか最上階がキムタクと工藤静香のあれだっていう風に言ってたやついたんですけど、多分ガラスだと思うんですけどね。あそこまだ南口、八王子南口し、隣宝くじ売りがあるんかな、あそこか、このここら辺の下に前昔ね宝くじ売りがあって、そこで僕がナンバーズ4、ストレート87万当てたって、 あそこのみずほ銀行で換金したんですよ。で昔ね、あの2階ですか、あのシャノアールっていうね、カフェだったんですよ。で僕があのいつも毎週末ね、あの競馬やらないでロトにかけてた時、あそこでね、データ書いて、あの時からちょっとカバラかじってたんですけど、ロトの予想とかしてたんですね、記入して。多分ですけどあそこ今変わってるのかな、あの麺屋ってなってるから変わってると思うんだけど、昔あのお笑い居酒屋みたいな感じだったんですよ。で元カノと行って、なんか売れない芸人が、そのお笑いライブみたいなのやってくれてるんですよ。そういう店だったんですけど、確かあそこだったとは思いますけどね。確かですけどそこの店昔あそこ本屋だったんですよ。はい、あ変わってないですね。あそこね昔から吉野家なんですよ。あそこはあれもしかしたらですけど、あそこ昔からナンクルナイサーだったと思うんですよね、沖縄料理の。昔外に席があって、いや多分変わってなければだけど、ここのココイチ昔からですね、ありますね。昔ね、昔ここの一帯が今隠し屋になってるけど、ここがアクセサリー屋かなんかで昔買ったことあるんですよね。いやこうして見ると八王子懐かしいですね。昔はね、あの JR から K8 までね、ここの、上のね、ストリートはね、なかったんですけどね。昔ここの K8 にも記念屋があったんですよね。で本屋、熊沢だったかな、なんか殺傷事件が昔あったんですよね、店員が刺されるっていう。 K8 のマックとかよく行きましたね。で、昔そこ、今美容室になってんのかな、もう撤去されてますね。昔美容室だったんですよ。その前にゲーセンだったんですよ。ゲーム、トマトっていうね、ゲーセンだったんですよ。自分が昔バイトしてたことあって、